シャッフルのパターン、いろんなパターンを、ご紹介したいと思います。シャッフルって言うと、例えば、こんな感じ。こういったパターンを、イメージすると思うんですけども、これのやり方も、本当様々あって、まあ、例えば以前ご紹介したデイブ・ウェックル式の、シャッフルパターンだと、こうライドを使って、ルというパターンもありますし、もう本当様々あると思います。で、皆さんこのシャッフルなんですが、1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3、このトリプレットの間を抜く1 3 1 3、で、このシャッフル、非常に苦手な方も、たくさんいらっしゃると思います。で、これのパターンとして、例えばこんな感じ。トリプレット、使うのはですね、これだけです。こう、1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3、 これでですね、シャッフルができると。で、このパターンを、いくつか、このベース、グルーブで変えてみる。例えば、パターンですね。で、例えばこれをですね、キックのパターンを変えると、ですね、こうやってることはこう本当ワンツースリーワンツースリーワンツースリー、これが、この手順が全く変わらずにこのグルーヴを変化させていく。で、もう一つはハーフタイムシャッフルですね。
た、パターンですね。こう、本当ポイントは、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、このトリプレット。これをですね、ちゃんと意識する。で、ここを、exactly、ちゃんとクリアリーに、こう、演奏することができると、こう、シャッフルもですね、非常に、こう、正確に、綺麗に演奏できるようになるので、皆さんもですね、ここら辺試してやってみてください。そんな感じで、また次回お会いしましょう。